はい、こんにちは、りょうです。本日の動画は12月公開の気になる映画です。さっきも撮ったんですけれどもね、音声を切っていたということでね、声が録音されていなかったと。はい、ということでやっていきましょう。まずは12月3日公開、ベノム・レッド・ゼア・ビー・カーネージ。これね、現代も同じです。98分映画、監督がアンディ・サーキス、主演トム・ハーディ、ウッディ・ハレルソン。まあトム・ハーディはね、他にも、一番有名なんだとマトリックス出てますね。ウッディ・ハレルソンなんか最近の映画だとなんだかな、ミッドウェイですか。あのね、演技もすごい良かった。ウッディ・ハレルソンね、演技はすごい上手いんですよね。で、好きな、俳優の一人でもありますけれども、ザ・テキサス・レンジャーとかもね、ネットフリックスのやつなんですけども、それも結構好きです。あとはね、ゾンビランドみたいな、コメディ映画とか、グランド・イリュージョンとかもね。はい、続いては、12月10日公開、ラストナイト・イン・ソーホー。これもね、現代同じです。115分の映画、監督がエドガー・ライト、出演がアニャ・テイラー・ジョイ、トーマシン・マッケンジー。このね、あらすじはですとね、60年代のあのロンドンにね、あのなんか夢を見る、トーマス・マッケンジーなんですけれども、なんかこう、ファッションなのかな、デザインの専門学校に、入学する人なんですけれども、そこでね、歌手を夢見るサンディっていうのがアニャ・テイラ・ジョイとか言ってね、まあなんかこういろいろ感情とかなんかがシンクロしていってっていう、サスペンス映画で、なんか面白そうですよね。アニャ・テイラー・ジョイはね、ネットフリックスオリジナルのドラマに出ていたり、M. ナイト・シャマラン監督のスプリットや、ミスター・ガラス、他には X-Men のね、新しいやつのニュー・ミュータントにも、出てました。トーマシン・マッケンジーとかのね、は、ジョジョ・ラビットですか？ここら辺のね、あの、注目の若手がね、二人、出てる映画ですね。続いては、12月17日公開、マトリックス・レザレクションズ。これ何分の映画かわからないんですけれども、現代は同じです。監督がね、ラナ・ウォシャウスキー。出演がね、前作と同じ、キアヌ・リーブス、キャリー・アン・モスが、出ていますけれども、もうマトリックスね、気になることがいっぱいあってね、予告見ると、最初のね、あの、精神科医ですか？と、あの、対面して話してる時あるじゃないですか。あれもね、すごい気になるんですよ。あの人はね、何か知ってるんじゃないかなっていう感じなんですよね。メガネの色がね、青だったり、服装が変わってるんですよね、シーン。次のシーンに行く時に。なんか、カーディガンの色が変わってんのかな。あとは、最初ね、中のシャツが赤いチェック柄で、第一ボタンもね、止めてネクタイしてたんですけれども、だから次のシーンに行くと、そのシャツが青色になっていて、ネクタイもしていなくてね、このボタンが、第一ボタンが開いていてね、これもね、絶対ね、あの、撮影ミスとかじゃなくて、絶対何か、こう、意味があるんじゃないかなと思っています。他にもね、もうマトリックス気になるところ、ね、電話で戻っていたじゃないですか、あれね。だけど、今度はその電話じゃなくて、どうやって戻るのかなっていうところも。そして、12月14日公開のキングスマン、ファーストエージェント。ね、これ現代がザ・キングスマンになってるんですけれども、まあ、何分の映画かわかりません。書いてないんでね。監督がマッシュー・ボーン。出演がね、レイフ・ファインズ、ジェマ・アー・タートン。ね、これはね、第一次世界大戦頃の話でね、2作目の前の話になっていますね。で、そこで第一次世界大戦を止めるべく、でね、まあ、危機を救おうということでね、こう、動くんですけれどもね。はい、ということでね、気になるやつはね、ここら辺なんですけれども、他にもね、ナイトメア、ね、あの、ビフォークリスマスが、12月10日にね、公開されたりね、
モスラもね、10日に公開されるんですよね。はい、ということで、ね、こんな感じなんですけど、他にもね、なんかね、二次アニメがね、いっぱいあったりね、ボスベイビーとか、まあ、呪術廻戦とかもやりますけど、あとなんかね、よくわからないですけども、なんか 2.5次元のなんか映画もやるんですよね。ということでね、仮面ライダーもやるんでね、この12月の年末っていうのはね、結構、こう詰まって、やっぱね、いますよね。はい、ということでね、自分のね、気になる映画でした。他にもね、こんな映画気になるな、みたいな感じになったら、ちょっとコメントで教えてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。